はい、こんにちは。こんにちは。弦楽アンサンブルの横月会といいます、クリスマスコンサートというのがね、来ましたけど、帽子なんかぶっちゃいましたけど、水戸黄門でスタートしました。はい、今日はこの、弦楽器、バイオリンとかチェロとか、ビオラで、はい、弦楽合奏をさせていただきます。皆さんの知ってる曲も何曲がありますので、歌詞知ってる曲があったら歌ってください。はい、はい、次も、歌える曲もちょっと早いですけどね、歌える人は歌ってください。Thank you.
ように。はい。Thank you.
歌声が聞こえてまいりました。真面目な曲でしたね。はい、次はね、しっかり歌える曲です。日本の歌曲なんです。ふるさとなんです。はい、これ歌詞カードなくても大丈夫ですよね。何番まで歌えますか？2番まで。じゃあ2番までいきます。はい、はい、メロディーが目次にないところで、工場の月、皆さんご存知ですよね。はい、大好きです。じゃあ、曲歌いましょう。はい、2番でいいですか？2番までね。はい。はい、前奏が入ります。Thank you.
楽器の紹介でもしようかな。まあ先ほどね、今日はバイオリンとチェロとビオラで演奏してますって話をしました。まあ、みんな同じような格好してるんですけども、僕が弾いてるのはこれバイオリンです。バイオリン、はい、バイオリンの人、ね。これがバイオリンです。で、じゃあ、これがチェロです。まあ、形同じようだ。形同じようだけど、全然大きさが違う。これだと大きさが違うのすぐ分かりますよね、これはね。これビオラなんだけど、ちょっと違う。ある。ちょっとだけ違う。これ何が違うかっていうと、ひねった時に音の高さが違います。で、そうだな、今からじゃあ今回ドレミアソラシドを弾きますので、はい、ちょっと比較をしてもらってください。はい、じゃあ、チェロか。チェロか。ドレミアソラシド。3回ドレミアソラシドが入ってきましたね。一番低いところから。じゃあ次はビオラから。ビオラ。今ドレミアソラシド2回入ってますね。ちょっとだけ高い音になりましたよね。はい、さあ、バイオリンが一番小さい、小さい感じね。これどんな音するんでしょう。2回じゃドレミアソラシド低い音が。低い音が2回。一緒に弾きますと一緒に合わせてどんな音なんだろうな、はい、練習してこなかったけどどんな音なんだろうな、はい、はい、違う楽器でですね、まあ、それぞれの譜面で、和音を作りながら音楽が出来上がってます。まあ、そんなことでこれ3つの楽器で、音楽を作ってきますので、次の曲からもそんなふうな感じで聴いていただけるとまた違う楽しみがあるかもしれませんね。はい、じゃあ、楽器紹介はこれくらいでいいかな。じゃあ次の曲いきます。